日本史予備校2予備、今回はですね、歴史エンターテインメント、日本のピラミッド黒俣山というものについて見ていこうと思います。皆さんは日本のピラミッドと呼ばれ、謎の多い山として知られている秋田県のですね、黒俣山をご存知でしょうか。南西約2キロ先には世界遺産登録となった、世界遺産登録ですね、北海道北東北の縄文遺産群の一つ、大湯環状列石があります。地元の人々はこの黒俣山を黒マンタと呼び、畏怖し親しんでいます。春と秋は集落の総代が行って酒盛りをするといいます。一説ではアイヌ語で神の山、クルル・マクタ・キシタが黒マンタになったとされ、古くから神聖視されていると言われます。この山がですね、脚光を浴びることになったのは平成4年のことです。日本環太平洋学会の調査団が集計したのがきっかけでした。黒俣山に地中レーダーや紫外線写真、航空写真を使った科学的な調査が入り、ピラミッドである可能性を示唆する複数のデータが確認されました。秋田県の黒俣山ピラミッドは地中レーダー調査によって頂上付近に空洞があることが分かりました。さらに空洞内には長方体のですね、物体や球体の物体があることが分かったのです。その長方体は冠のような形状をしており、まさにエジプトのピラミッド内部の王の墓を思わせます。黒俣山の地中をレーダーで調査したところ、西側斜面の断面状況図は階段を示していました。山全体が階段状のピラミッドにいた7から10段のテラス状に加工されていることが明らかになったんですね。頂上部は明らかに山の表面を階段状に削って人工的に成形していたんです。実は黒俣山は1000年前に噴火した十和田山の火山灰が積もり、その上を杉の林が覆い、現在の黒俣山になったことが分かっています。つまり完全人工のピラミッドを火山灰が覆って、今の黒俣山が誕生した可能性が出てきたのです。黒俣山の構造は土を堤防状に固めた土塁でできているという。土塁は石や砂を積み上げて作っています。実際に土を掘り返すと石が出てきます。山頂は平らに整えられ、この本宮神社があります。本宮神社からは縄文時代終わり頃の祭祀用小型石器も出土しています。これは神殿を意味すると言われてますね。年代測定すると約4000年から2300年前の縄文後期のものと判明し、土器が発見されたということは遺跡なのです。他にも目や蛇のような文様が刻まれた烏帽子状の遺跡も発見されています。黒俣山のすぐ近くには縄文後期はじめの大湯環状列石、ストーンサークルがあることから、黒俣山ピラミッドも山岳宗教祭祀の場であったと考えられます。つまり現在でいうパワースポットですね。ですがすごいのは黒俣山ピラミッドだけではありません。黒俣山周囲の神社は黒俣山の東西南北に位置し、夏至冬至の日には日の出と日没地点が神社と重なります。偶然とは言い難く、
まさに天文学が生かされたピラミッドのようです。この地理学や天文学の知識が生かされた配置はとても偶然とは思いません。まさにレイラインですね。黒俣山ピラミッドはテラス状の構造や墳墓の空洞など古来エジプトのピラミッドを思わせます。つまりエジプトのピラミッド同様、墳墓でありながら太陽信仰の最初だった可能性が浮かび上がります。このような高度な文明が日本に存在していたことも驚きですが、何よりも弥生時代以降、田舎の未開の地として考えられていた東北にピラミッドが作られたことが最大の驚きです。日本史予備校日本予備はですね、いろいろなですね、雑学的なテーマも追っていきます。皆様のですね、視聴をお待ちしております。チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。それではまたいろいろな謎に取り組んでいきましょう。またお会いしましょう。さようなら。